2018-2019FIM 世界耐久選手権最終戦、コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第42回大会、今スタート始まりました。エスパルスですか、オレンジ色の石鹸95番、トップ争いはテールトゥーノーズで逆バックに入っています。今度は1コーナーまでで吉村を仕留めました。レオン・ハスラムがまた一つ順位を上げて戻ってきました。中須賀がまた戦いを挑んでいる。サイドバイサイドだ、テック2-1サイドバイサイドだ。中須賀和之がついにトップに立ちました。ついにトップに立ちました。京都2条鈴鹿8大スペシャルトークショーにお越しいただき誠にありがとうございます。今回司会を務めさせていただきますオートバイ女子部の梅本まどかです。よろしくお願いします。ありがとうございます、ね、今回はちょっと配信してるんですけど、配信してる方は分からないと思うんですけど、実はねさっきまでここでね一人でベラ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 と喋っていたにもかかわらず、皆さん大きな拍手をありがとうございます。今回はあのチケットがもうすごい早い勢いで売れたみたいで、来られなかったっていう子も聞いてるんですけど、皆さんねもう見つけた瞬間クリックしてくださったってことですよね。本当にありがとうございます。ちょっと今回はあの直前ということで、あのせっかくなのでね来ていただいた方には質問するコーナーも設けておりますので、もう聞きたいことあったらもうありますかって聞いたらパッと手を挙げていただいて、はい、質問していただけると助かります。まあね、ちょっとね配信っていうところもあるので恥ずかしい気持ちはあるかと思いますが、もうねこんなあの機会はなかなかないのでね、そのなんかちょっとこの今だから聞きたいみたいなことがあったらその時にお願いします。配信の方もあの後からアーカイブでも流れますの見れますので、ぜひね8体前そして終わった後にも見れたりもしますので、ぜひご覧の方も、はい、そんな感じで楽しんでいただければと思います。さて今回はですね8体スペシャルトークショーということなのですが、まあ、このねホテルでやるってすごくないですか。こんなおしゃれなホテルでなぜやるのかっていうところにはちょっと意図がありまして、実はあのここのザ・ロイヤルパークキャンパス京都2条の支配人さんにねちょっと登場していただいてお話を聞こうと思います。田熊支配人よろしくお願いします。皆さんこんにちは、あのザ・ロイヤルパークキャンバス京都2条総支配人の田熊と言います。皆様今日お集まりいただきましたこのホテルですけれども、実は昨年の6月に開業いたしました、ライフスタイルホテルだったんです、うんうん、ここ皆様お集まりいただいている場所というのは普段はですねラウンジ、まあ、カフェ利用もできるような施設になってますので、はい、またぜひですねあのこの機会以外にですね、うんうん、お越しいただけると嬉しいなというふうに思います。でもなんでこの8体のトークショーをここでやれることになったんですか。実はですね、はい、あの今ご参加いただいてます YIC さん、京都の専門学校さんですね、はい、あの実は学生さんが8体のピットの方に、はい、クルーとして参加されると、いうことを、まあ、私個人的にですねあの聞きまして、はい、あのぜひそういったあの夢のある、ことを
ですね、応援したいというところで、うん、まあ、今回バイクの方をですね、うん、展示させていただいて、あの入り口のところですね。そうですね、うんうん、でそのバイクを展示する中でですね、はい、鈴鹿サーキット様にもご協力いただけるということで、はい、今回こういったトークショーを開催することができたというところでございます。はい、実はあの支配人さんもモータースポーツ好きということで、あのバイクも車も大好きです。はい、ということでね、はい、ホテル一体となってこのトークショーを楽しみにしているということでね、皆さんで聞きたいと思いますので、はい、今回でも本当にこの場ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけでこの素敵な場所でお話が聞くの楽しみだと思うんですけども、もうね皆さん早く登場してほしいですよね、やっぱりね。というわけで登場していただきましょう。まずお一人目、バイクレース界でのレジェンド中のレジェンド、2001年の鈴鹿8体では3位表彰台を獲得したほか、2007年の鈴鹿8体では悲願の優勝、2022年シーズンは吉村鈴木ライドウィンのチーム代表監督として全日本ロードレースの JSB1000 クラスに参戦、チーム加賀山としてもレース業界全体の発展を目指し鈴木 GSX1300R 鉄ぶさプロジェクトを指導するなど新たなチャレンジが続いている加賀山幸男さんです。大きな拍手でお迎えください。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。そしてもう一方です。国内最高峰の JSB1000 クラスに吉村鈴木ライドウィンから参戦し、第4戦終了時点でランキング3位、鈴鹿8時間耐久本戦には耐久世界選手権のディフェンディングチャンピオンである吉村里夢ジュールから参戦することが決定している渡辺和樹選手です。はい、どうぞお二人ともお座りください。はい、いやまず一言ずつ先にいただいてもよろしいですか。はい、加賀山さんからお願いします。そうですね、はいはい、今日ね本当鈴鹿8体のね、はい、こういうあの事前に行われるイベントに参加読んでいただき、はい、ちょっとねどんなことがあるのか自分でも楽しみで京都まで来たんですけど、あ、はいはい、あの皆さんと一緒に楽しめればと思いますんで、はいはい、自分ねあの95年から、はい、あの鈴鹿8体に出たのが最初の年なんで、はい、そうですよね。まあ、なんか皆さんと一緒にその古今というか今と昔、うん、比べたり、はい、なんかそんな会話ができたら面白いなと思ってます。なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では和樹選手お願いします。はい、そうですね、あのこの場に関しては、はい、吉村サートモチュールのライダーとして、はい、来させてもらってるんですけど、はい、あの8体以外では、うん、今まさに横にいる加賀山監督はい、そうですね、監督と選手という関係性ですね。ぶっちゃけなんかこういうなんかスタイル、はい、このスタイルがなんかすごく気難しいというかそうなんですね。なんか馴染まないですね、まだ。へぇー、変な感じだよね。はい、なるほど、じゃあもうこの関係のこういう感じのも、うん、もう今回ならではということで、ならではですね、ぜひね、はい、皆さんも楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。いやとは言ってもお二人はやっぱり8体にすごい出られているので、うん、いろんな話聞きたいなって思うんですけど、やっぱりこの8体っていうレースは特別ってよく言われるじゃないですか、まあ、真夏の祭典とも言われますけど、2人にとって8体ってどんな大会ですかって一言で言うと多分ちょっと難しいかもしれないですけど、一言で言えますか。はい、投げた。はい、まず8体って自分にとってどんな大会ってところ、多分あの配信で見てる方も初めての方もいると思うんで、はい、そうですね、自分なりの8体っていうのをまあ、やっぱりなんか、まあ、よく言われる言葉ではあると思うんですけど、はい、祭りだなって思いますね。お祭り、はい、まあ、本当国内で一番やっぱり大きなイベントだし、はい、本当にこう全国にいるバイク乗りにとって鈴鹿8体っていうその文字自体がすごいこう、うん、それを見るだけでちょっとワクワクできるみたいな、あ、すごい特別な言葉だなっていうふうに思いますね。他のレースとはやっぱりちょっと違うってことですか、そのお祭り感っていうのはどういうところで感じられるんですか。そうですね、やっぱりただ僕たちが8時間耐久レースをやってますよっていうだけではなくて、うんうん、やっぱりその来てくれてるそのお客さんのために楽しませようっていうのはすごい前面に出てるレースだなっていうのを感じてて、でやっぱりお客さんが楽しんでくれるからこそ、やっぱ8体僕らも走ってて、こう皆さんにこう
見てもらえてるなっていうふうに実感できる部分もあるので。なるほど、走られててもそれを感じる。そうですね、はい。なるほど、小山さんはいかがですか。そうね、うん、自分はね、小学校ぐらいの時に、はい、85、6年だと思うんですけど、うん、あの時ぐらいに通過、はい、まあ、オートバイのレースっていうのを知って、はい、小学校ぐらいの時にあの走りたいって映像を見たのね、はい、その時にやっぱすげえなーと思ったのがきっかけで、いつか出たいな、はい、出たいなっていうか、いつかこんな、まず見に行きたいなと思ってたし、ちっちゃい頃に、はい、見に行かれたことあるんですか。ぶっちゃけ僕ずっと横浜だったんで、はい、なかなか小学生が自分の力で鈴鹿8台見に行くことできなくて、ああ、ね、行けなかったですけど、うんうん、まあ、そのやっぱり80年代から、はい、あの頃は本当 GP ライダーも参加してたり、はい、まあ、今もそうですけど、うんうん、本当スター選手が集まってやる戦いのレースだったので、はい、本当憧れでしかないレースだし、はい、多分日本国内でね、スタートレースを始めた人たち、うん、当時はほとんどの人間がそこを目指したいと思うレースだったはずなの、はい、なんでやっぱりだから日本で行われる一番でかいレースだと思うし、はい、それから世界、当時はもう世界でもね、あの、うん、ジップグランプリライダーのそれこそミック・ドゥーハンだったりケビンだったり、はい、そうですね、世界チャンピオンクラスがみんなこぞって出てたレースなんで、うんうんうん、世界でも本当にみんなが鈴鹿ってすげえとこがあるらしいな、すげえ耐久のレースがあるらしいなっていう、あのポジションがあったんでね、はい、でそれを今我々の世代がさ、うん、あの同じように続けていければいいなと思ってるし、うん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 、やっぱり本当ね、和樹も言ったように、はい、日本で一番まず大きなお祭 り、でこれが世界にも通用している大きなお祭りレースなんでね、はい、なるほど、はい、あの憧れるレースですよ、憧れのレース、はい、ちなみにあの来ている方で8体に5回ぐらい行ったことあるよって方、結構いる、結構いる、すごい。じゃあ直近だとその2019年じゃないですか、3年ぶりなんで、うんうん、行ってたよって方、おすごいな。っていうか今日のお客さんはもう完全なる、はい、身内じゃないけどももう仲間ですねこれもうそうですよ、八対応のもう初心者の、初心者じゃないです、話はどうでもいいかな、はい、どうでもいいんですよ、マニアック話の方がいいのかもしれないですね、はい、でもさっき加賀山さんからその、まあ、昔から憧れってあったんですけど、うん、もう昔のから変わってないんですか。八体ってやっぱりこう歴史が長いじゃないですか。でやっぱ参戦歴も長いと思うんですけど実際ね、はい、まずこの10年ぐらいの変化でいうと、はい、いわゆるその昔は続く8時間は、はい、その2人で出てたわけよ、うん、そうですよね、そう、はい、2人で8時間を戦ってたの、はい、だから1時間、まあ、1時間とは言わないけど数十分に交代、うんうん、はい、第1ライダー、第2ライダー、うん、でそれを交互にやってたのね、はい、で確か2000年から2001年からかな、はい、3人世界選手権になって、うん、あの EWC っていうタイトルがついて、はい、3人で出ていいっていうルールになったので、はい、そこから、まあ、3人で出るチーム、うんうんうん、2人のまま出るチームっていうのが分かれてって、はい、で今近年ではやっぱ鈴鹿の夏の暑さもあるんだけど、はい、3人で出るのが割と主流になったんだけど、そうですよね、はい、そう、ちょっと前まで2000年、うん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 、逆に2人までしか出ちゃいけなかったんですよ、それまでは。そう、3人で出ちゃダメだったの、2000年までは。2人で出られたことあります？あの結果的に2人になっちゃったことはあります、はい、シーズン、あのレース行く中にトラブルがあってとかっていうのはあるんですけど、最初から2人っていうとまたちょっとメンタリティ変わってきますよね。そうね、だから8体はどっちかっていうと本気で憂鬱だった、はい、まさかの。出る方で成績を出しに行く立場としては、はいはい、2人しかいないで、そうですよね、もう1時間ごと我々大体50分ぐらいで交換、はい、あの55分とか1時間弱で交換するんだけど、うんうんうん、それ2人でやると本当、はい、休む間もなく、しかもサボれないでしょ、成績を出したいから。そうですよね、本当の覚悟だったのを覚えてて、じゃあ3人になった時ってちょっと嬉しかったりしたのどうなんですか。ね、ぶっちゃけて言うと、はい、2000だから1年かな、はい、うんうん、から確かルール的に3人が OK になったのね、はい、ね、でその時に初めて鈴木、まあ、僕が所属してる鈴木レーシングチームが、はい、他のチームはまだやってなかったの、はい、2人でも3人でもよかったの、はい、その時はまだルール改正した時 で、はい、でうちがたまたま両脇だと黒山幸男と、はい、それから渡辺篤っていう間がいたんだけど、はい、この3人でまあまあみんな乗れるから3人でやってみようって初めて、トップチーム系が初めて3人トライしたレースだと思うんだよね。あ、なるほど。で我々が3位になったのね、はい、でその時に決勝中思ったのが、うん、はい、むちゃむちゃ楽、
やっぱり2人と3人は全然違うんですね。だってさ、はい、ね、和樹もみんな分かるけど、はい、2人しかいないと、はい、もう順番で交換するでしょ。そうですね、まあ、これ、うん、1時間近く全開で走った後、はい、はい、着替えて、うん、休憩して水分飲んで体冷やして、はい、で上見たら、はい、残り5周ですとか言われてものの 2、30分しかないの。そうですよね。ふーって休めるタイミングなの。結構本気で頑張ってるのに、はい、30分ではい次ですよ言われるとめちゃめちゃ憂鬱になるのが、2人もう1人いるわけじゃないですか、はい、2人さん。そうですね、順番でこう間2人挟めるから、はい、ってなると1時間以上はふーって休めるわけよ。あ、やっぱその1時間大切全然体力的には楽だし、ね、めっちゃ楽って思ったのが最初の印象だった。そうなんです、うん、でもそのまあ、楽な部分もあるかもしれないですけど、やっぱり人が増える分このマシンを合わせるとか一緒に乗るじゃないですか。そういう大変さとかはなかったんですか？いや当然ね、オートバイ、はい、ほらライダーごてチャンスしたのでいるんだけど、はい、 そうですよね、その間取りをするセッティングを取るってすごい大変な作業だったんですけど、はい、なんかねぶっちゃけライダー決勝になればどんなの乗りってなんか頑張って乗るんだなっていうのは今これ48なんだけど、はい、長年の経験で文句言うくせに決勝始まればなんとか走るんだなっていうのは結果論でした。そうなんですね、はい、なるほど。諦める部分あります、ね、そうそうそう、始まったらもう何も変えられないし、それでさ、はい、やんなくちゃいけないわけじゃん、まあ、まあそうですね。でもどうしてもほら、ね、表彰だったり優勝だったら目指したいんだから、はい、もう頑張るしかないんだから。なるほど。それぐるぐる回ってると意外にね乗りにくくても早く走っちゃうんだよね、はい、やっぱそこでアドレナリンってのは出るですか？やっぱ8体ならではのこうスイッチみたいな。8体だとあんまりアドレナリン出しすぎるとちょっと良くない気がしますね。良くない。良くないとは、まあ、過去にたくさんそういうのやってきてるんで、はい、あんまり大きな声で言えることじゃないかもしれないですけど、はい、やっぱりスプリントだと、はい、その短時間であれば人間が頑張ってなんとかしよう、うんうんうん、でなんとかなっちゃうんです、はい、ただ8時間、うん、まあ、その1回のステートで言うと1時間あるんですけど、はい、その中でもじゃああとコンマ2秒アベレージのスピード上げたいって人間が思ってもやっぱその27周とか8周をそれをキープするっていうのは結構、はい、やっぱいろいろ無理が出てきてて、うん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 、でやっぱそういう中でなかなかこうどっちかというとこれ以上行かないようにするっていうのが耐久のメンタリティーかなっていうのはすごい感じる部分はあります、ね、じゃあ割と抑えながら自分をコントロールして走って、ね、うん、行くときは行かなきゃいけないんですけど、はい、じゃあそれが8時間続けられるのっていうのをちゃんと考えなきゃいけないっていうイメージはあります、ね、じゃあその8時間の中でどういうどの時はちょっと上げなきゃなって思ったりする部分になるんですか？それともずっと抑えてるんですか？まあ、展開次第ですけどね。やっぱり手に届く距離感にライバルチームがいる、はい、もしくは後ろから追いかけてきてるっていうのが、はい、まあ、当然あのサインボードっていうもので、こう、まあ、乗る前に情報ももらうし、うん、乗ってからも前後との差っていうのはこう情報をもらいながら走ってるんですけど、はい、やっぱその状況で判断するっていうところですね、うんうん、なるほど。逆にこう8時間まあ走るってのもそうですけど、やっぱり8体ってすごい台数が多いじゃないですか、うん、ずっとバトル8時間がいいのか、ちょっとはあのなんですか、空いてた方がいいとかあったりするんですよね。まあ好みに分かれるかも ね、うん、そうですね。好み、お二人はどうですか？俺は、はい、いろんな周回遅れも他のライバルもいっぱいごちゃごちゃいた方が得意、はい、あ、へえ、へえって感じなんですねまさかの、なんかもうお互い知ってるかのように思ってたんですけどへえなんですか？俺は8体中もどっちかというと前にあの、まあ、みんなも知ってるかもしれない清成リリースっているでしょ、はい、あれと割と俺はその、うん、立場的にチームの代表として戦うスティンが割と多かったの、はい、何年間も、あいつはホンダの代表時代があったし、はい、俺は鈴木の代表時代走ってる時があったんだけど、うんうんうん、割と何年間もあいつと戦うことがあったんだけど、はい、どっちかというと、まあ、その年にもよったけど、うん、スプリント勝負、いわゆるその収穫力がいない状態だと、
割と清成の方が部がいい時があったりとか、下はね、追い上げられちゃったりって書いてある、はい、でも周回遅れがバーンって絡んできた瞬間に俺はそこでスイッチ入れて清成を離したりとか追い上げたりっていうのを割と得意にしてたね、はい、なるほど、そこをうまく使って結局人、うん、いっぱい周回遅れが出てくるから、はい、そこをどのタイミングでどのコーナーで、うんうんうん、タイムを落とさずに抜くか、はい、でも絶対接触はできないんだけど、そうですよね、そういうなんか戦略は経験が長いだけあって、うんうん、割と勝負感になってたのをすごい覚えてるし、はい、そこがもう自分の武器だなと理解はしてたっていうのがあった。どうですか小関選手。いや僕はあんまりなんか誰かとずっとバトルしてるっていうよりは、はい、まあ、1人の時間なんて正直ないんですけど、うんうんうん、まあ、できることならずっとクリアラップで走ってたり、うん、飽きちゃうな。すごい真逆。あれあれ、その方が無で走れちゃうかなと思ってガムさん、ずっと誰もいない状態で走って、はい、やっぱベストラップでベストラインで走っていくでしょ、はい、そうですね、タイムもどんどん上げていかなくちゃいけないし、うん、結局その頑張り度、はい、結局ライダーも一生懸命コーナーで頑張るんだけど、 そうですよね、その頑張ればどん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 上がっていくとさ、うん、疲れない。疲れないと聞かれてますけど、ま、疲れる疲れない、いやでもどうだろうな、抜いてる方が僕疲れるかもしれない、うん、なんか無理をしなきゃいけないじゃないですか、抜く瞬間で自分はその無理、その一つのコーナーをもう究極のスピードで走るというよりは、うん、はい、いっぱいこう障害物が現れた時にどういうラインでどうクリアしてどういう間合いで抜いたらタイム落とさないかって考える方が好き。それは初めて出られた時もそう感じてました。いや初めての頃はね、厄介でしたね。そんなこと戦略もできないし、なんだろうね、すごい嫌だったんですけど、年と経験を積むのに結局どんだけサボれるかなんですよ基本、考え方が。どんだけ8時間サボって楽に戦えかで勝ちたいかって考えると、その相手をどう読むか、あと経験も長いんで、このチームのこのカラーリングのこのライダーは13秒ぐらいで走る子だよなとか、全部覚えてるんです。バイクは16秒ぐらいで走る子だよな、大体もう目に覚えてるのってなると、あと3つのコーナーで追いつくなとか、遠くにいても、はい、あこれもう次のコーナーで追いついちゃうねこの子とかいうの全部記憶してるから、すごい、どこでどう抜くかっていうのが全部大体、はい、60台分ぐらい大体把握してたね。すごい記憶力。それも後ろ姿で分かるんですか、パッて。その1年だから覚えたんじゃない、きっと何年も出てるから。あなるほど。で例えばどこどこのチームの誰々さんはこのぐらいのペースだったような、コーナーが上手だったような、はい、ツッコミが苦手だったよなとか、大体入ってるから、はい、あーなるほど、抜き方も可愛く書いてたね。それを自分のものにした瞬間とか、うん、あこれはいけるぞって思えるこの時、どう何年ぐらい経ったらそうなったんですか。何年ぐらい優勝された時とかはもうそんな感じだったんですか、やっぱりそういうところで、あもう俺の強みだみたいな感じに。もうあの年はまさにそうでしたね。周回遅れ抜くのが大好きだったし、はい、清成との戦いも、うんうん、そういう駆け引きを、うんうんうん、収穫量が少ない最初の10周ぐらいは割とツンツンされてたんだけど、はい、収穫量がバーって出始めてから、うんうん、本当の俺のスパートをかけて、そしたらやっぱ離れてったもんね。なるほど。そういう戦略もあったのは確か。やっぱりでも聞きますもんね、初タイヤバックマーカーを抜くのがやっぱ最初難しいし、うん、 そこをどうするか。でもそういう部分もありますけど、やっぱり8時間の天候がやっぱ最近の初タイでは結構荒れたりもしますけど、そういうところはどうですか。天候すごいパスだ、ね、悪い思い出もきっといい思い出もいっぱい、ね、あはい、そうですね、それ聞きたいなーっていう。どっちかっていうと悪い方向に行かれてるんでどっちかっていうと僕本当ことごとく天候に足元を救われてるというか、まあもちろんねタイミングによってはそれによってこうメリットを受け取ってる時はあるんですけど、なんか8体の時ってメリットを受け取った時ってなんかちょっとほっとするだけでそんなによっしゃーってならないんですよね。なんか一歩こうスキップできただけであんまりこう喜びになるほどじゃない。やっぱり8時間走り切ってなんぼなんで、その中でちょっとメリットが出たからって、はい、まあ、それはトップ争いで1位に上がりましたってなれば、もちろん喜びは大きいんだと思うんですけど、
はい、なかなかそういう場面でなかったので、うん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 、どっちかというと、ね、どうしても、ね、悪い思い出ってよく鮮明に残るなーってこういう場面になると思うなーって思うんですけど、うんうんうん、まあでもやっぱり八体特にやっぱここ最後の段階かは、はい、天候が荒れて、うん、そうですね、やっぱそういう環境に強いバイクっていうのをちゃんと作んなきゃなっていうのは過去思いましたね。あ、なるほど、はい、じゃあそういうの結構意識されてみんなで作ってる。なるほど。でも、ね、なんかワールドコンスカズキの話さっきから聞くとさ、はい、割とクリアラップでずっと綺麗に頑張れる方が好きそうなこと言うじゃん、はい、俺も全く逆なんだよね。逆、さっきから真逆だ。だからコンディションも俺は荒れろ荒れろっていつも思ってるの。へぇ、じゃあ雨降ったら嬉しい。そう、だから急に雨降ってこいとか、路面濡れてるのに急に乾き出せとか、あの天候が荒れたり、それこそ収穫遅れがいっぱい現れたり、たまにその10代ぐらいで団子のグループもあったりするわけ。そうですかね、はい、収穫遅れってなんか、収穫遅れとは言わないんだけど、うん、どうしても数台でこう固まって走る癖があるのよね、はい、その中でもレースしてます。その中でもレースしてますと、はい、10台ぐらいのうわーって固まりがいたりすると、はい、来た来たって思う。へぇ、一瞬で2つのコーナーで真逆すごい真逆。あれピュアでしたよね2019年。あれあれあれこんなに違うもん。え、ライダーさん的にはどちらのタイプが多いんですか？いやあんまりこうやって、まあ、それこそ今こうやって聞いて、カズキの方が普通かもしれない。あ、そうなんですね。さっきも言ったように、はい、どんだけサボりたいかなの、どんだけ楽したいかなの、みんながペース落とさなくちゃいけない時とか、はい、みんながひるむ時にうまく刺さっていくズルしたいわけ。それで成績残したいなと思ってたのがあるからかもしれないね。いや俺もそんな集団とか見たらげっそりしちゃいます。これ今から抜くのってなっちゃいます。これ2人がバトルしてたら相当面白いですよね。お互いに良いとこと悪いとこが反対すぎちゃって。本当はい、ね、路面が急に雨降ってきたりとかすると、はい、もうニコニコするもんね。ニコニコ絶対この周りの間ひるむだろうとか、はい、苦手にしてるだろうと思うと順位の上げどころ、はい、勝負どころになってくるって俺は判断しちゃうから、はい。でも加賀山さんの走りを見たことある方は絶対そういうところにやってくれるんだろうなってやっぱ期待感はやっぱみんな注目して見るところなんで、やっぱそういうところだったんですかね。うん、でも違う意味の期待に応えた言葉。なるほど。ちょっとそれは触れないでおいた方がいいですか。だけどその2008年だったかな、はい、優勝した次の年なんだけど、はい、それも雨が降ってきて、はい、ドライだと割と部がなかったのよ。あ、そうなんですね、はい。その時も秋吉と吉村で組んでたんですけど、ドライのこう HRC に離されちゃう分を考えると、レインが降って雨が降ってきたわけ急に。それ俺頑張ったら割とペースよくトップに出れたんだけど、30秒差を持てたらドライでも追いつけ、何じわじわ追いつけ、追い上げられても保てると思ったから俺30秒欲しいと思ったの。その雨降ってる中スリックタイヤで30秒稼ぐぞっつってちょっと無理してしまったの、その勝つためにね、はい。そしたらやっぱり川ができてて、うん、これ1コーナースピーンってグルグルグルって回ってスピンしちゃった、転んじゃったことあったけ ど、 なるほど。そうやってそのなんかコンディションが俺が変わってる時の方が、うんうんうん、トータルで勝つためにどうするっていうのがよく思ってやってたね。それレース中に考えてやってた。そんなこと思ってると思わないですよね、雨が降れるところ。まさかの。だから本当だ、ドライでずっとレースが続くとね、はい、その時はね、うんうんうん、その年は、はい、本田さんの方が優勢だったので、うん、はい、ワンスティントに5秒ずつぐらい離されていっちゃうわけよ、うん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 、どうしようかなーって2時間か3時間ぐらい経った時にずっと悩んでたんだけど、はい、雨降ってきた時にこれだっつってここで30秒使えれば多分追いつけないぞこいつらと思って頑張りすぎました。なるほど。そう考えているもライダーもいるんだなと思って、どっちなんだろうなって思って見るのも楽しいですよね。じゃあでその時はきっと和樹選手は大変な思いをしてるんだろうなって思って、まあ、結果で走ってる、ね、さっきと同じだから、はい、まあ、精一杯頑張るんですけど、そのメンタリティの差ってやっぱり大事ですよね、レースやる上では。そういうのってこう後ろから見てて、あ、この人嫌そうだなとか分かったりするんです？あ、もう出ますよね、背中に。へぇ、走っててオーラでね、はい、腕の塊、肩の塊で、はい、あ、こいつ雨嫌いだなとか、へぇ、こいつ何スリックタイヤで濡れてるところの走るの嫌いだなってすぐ分かる。
すごい。すぐね、その走り方と肩の入れ方で分かるよな。え、どれぐらい近づいたら分かるんですか？いや、割と遠くからでも分かる。遠くからでも分かるんですか？視界に入ってるかな。コーナー2つ3つ先ぐらいで、だいたいそのぐらいで視界に入るんですけど、うん、ああ、この人は危ないなって。すごい。ありますよ、そんな感じなんですね。うん、なるほど。いや、葉月選手的には今年はもう完全に晴れて、割とクリアで走りたいなって感じです。どうですか？まあ、基本的にベースとしてはクリアでずっと走りたいなって思うんですけど、うんうんうん、ただ8体って暑いじゃないですか。はい、そうですね、暑いですね。涼しいぐらいの雨が降ってくれたらいいなっていつも思います。涼しいぐらいの雨、なるほど。濡れないぐらいでこうちょっといい感じにこう体が濡れて涼しいってなるぐらいの雨が降ったら最高ですね。なるほど。確かに見てる人もそっちの方が熱中症とかなるかもしれないですけど。なるほど、なるほど。でも、はい、ね、ライダーとしての今のさっきの立場の意見だったけど、はい、そうですね、これ今年から神崎がライダーで、はい、全日本の方ね、はい、まあ、監督としてやってるんだけど、ね、はい、監督として立場になると今回8体は、はい、吉村サードに出るから、はい、俺は監督って立場じゃないんだけど、はい、全日本とかでこうやってやってると、うん、監督っていう立場で見ると、はい、見ると絶対雨とか降るんだと思うね。あ、え、まさかのそうなんですね。その自分の実力、努力で何もできないの、はい、見守るしかないわけ、ね、ビートから和樹頑張れよとか頑張んなよとか、ここ押さえてけよとか思ってても、はい、やっぱり雨が降ってきたり、はい、なんか路面が荒れたりしてくると、はい、こうドキモキ、こう何もできない自分にイライラするよね。だったらやっぱりコンディションずっと安定してくれた方が、はい、担当業としては安心してみて。今までと結構真逆な気持ちで、ね、見守りやすいのは、うんうんうん、コンディションが安定する方だよね。なるほど。でもその加山さんが今監督っていう言葉が出ましたけど、和樹選手のことをどういうライダーだなと思って見てるのかなってのはちょっと気になるんですよね。そこにいたくないな俺。まあまずいなあ、まずいですか、でも気になりません。やっぱりその2019年ペアだったわけじゃないですか、はい、そういうところとかやっぱ長年見てるわけじゃないですか。で、まあ、今年 JSB の方では監督としててこの8体のまあ、背負ってるものとかいろんなものを知ってると思うんですけど、加、うん、山さんから見た和樹選手ってのはやっぱちょっと気になりますよね。渡辺和樹、はい、2019だっけ一緒にやったの、はい、全日本で、うん、パートナーになったんですけど、はい、8体もその時一緒に出たのから、うん、からそれまでは、はい、川崎のライダーだったんですよね。でそれほどその交流もなく、そんな仲いいっていう形でもなく、うん、まあ、おはようっていうぐらいのレベルだったの、うんうん、そんな好きでも嫌いでもなかったわけ本当ですか？ちょっと耳塞がるわ。チームのライダーだった、はい、まあ、でも年齢は全然俺より下なんでっていうぐらいのレベルで、うんうん、はい、で2019年一緒に、なってから気づいたことなんだけど、はい、意外とね、年齢の割にオートバイのことがさ、はい、理解してんのよ。お、なるほど。俺ずっともう30年以上レース界にいるけど、はい、オートバイの技術的な話を、うん、若いライダーとあんまりしたことがないというか、したいんだけど、はい、それにこう対話できる人が少ないのね。うん、みんな若い子割と速く走れるけど、はい、技術的な話にあまり興味がなかったり、なるほど、はい、機能だったりエンジンの仕組みだったり、うん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 、パーツの仕組みだったりっていうのにあんまりこう興味がない子が多いんだけど、たぶん割とそこが会話できるなって思ったら珍しいな、若いのにと思ったことだよね。だから、はい、レースも彼好きだからさ、他のレースいろんなレース見てるから、はい、割とレースオタクだなこいつみたいな。それは間違ってなさそうで、うなずいてますけど、この子うまくこうそのいい環境です集中するところがあれば、はい、人よりも部が出ることありえるかなとはずっと思ってる。なるほど。かな、それを受けてどうですか、和樹さん。なんか悪い面の話が出なくてほっとしてるんですか。人前では言わないでしょ。多分引き出せばいくらでも出てくる。出てくるんですか。1個ぐらい教えてほしいなみたいな。本当は知識は割と高めだと思いますよ、うんうんうん、その前に対する知識、うん、でもそういうところやっぱり好きな部分とかライダーさんによって分かれるんですね。まあ、そこをさっき言ってた、はい、さっき、ね、周回遅れを抜くときに楽をしたいっていう、はい、コメントを聞きながら、確かにその言葉自体は僕もバイク作りながら考えてる。ライダーがどれだけ楽をして結果的に一周したときに楽に速く走れるかっていうバイクを作るのはすごい考えてます。す
頑張って速いのは当たり前なんで、頑張らずに速く走れるバイク作れたらライダーの負担は少ないし、逆にその余ったマージンで逆に自分の余力でもっとタイム上げられるって思っちゃうので、なるべく楽にっていうのはすごいなんか、あ、共通する部分はあるなと思って。こういう会話あんまりされないんですね。なんかもっとしてるもんなのかなっていう。その八田に関してはやっぱりペアじゃないですか、うんうんうん、どういう話されるんですか。そこでこういう話されないんですか。あそこは俺の方が得意だなとか、そういう走行順とかもあるわけじゃないですか。走りのキャラクターみたいな部分では多分、はい、こういうライディングスタイルだなってお互い思ってる部分はきっとあると思うんですけど、はい、じゃあこういう時に俺は強みを感じてるっていうところまではあんまりしなかったかもしれない。そう言われると今こういう会話しながらそう思ってたんですけど。なるほど。これさ難しいのよ。難しい。いや難しいと思う。それこそ俺がまだ20代ぐらいで、はい、鈴木というレーシングチームで8体をやってる時なんかは、はい、もう周りのライダーみんながそう、同じペアを組んでるライダーが一番のライバルなわけ。ああ、そうですね。だって、はい、ここライダーは個人競技だからさ、はい、そこでやっぱ第1ライダー、第2ライダーって順位もつけられたくないし、うんうん、チーム内での争いが実は言葉に出せれないけど、うん、むちゃむちゃ高いわけ、うん、第1ライダー、エースライダーになるための、はい、そういった意味で、それこそ90年代とか2000年当時の頃は、はい、ペアライダーにどう勝つか、それこそ自分の乗りやすいようにわざと変えちゃって、あの第2ライダーが乗りにくいようにわざと変えちゃって、まあ、全然ある話なんです。あ、そうなんですね。だけど、はい、でもそんなことやってたらやっぱ勝てなくなっちゃうじゃん。そうですよね。だからチームとして、うんうん、そのさじ加減を変えなくちゃいけないんだけど、うんうん、はい、まあでも本当あのファクトリーゼがいっぱい何十代も出てる頃は、うん、ほとんどのライダーがみんなそうだったはず、うん、だけど、はい、それでも中でもみんなやっぱさっき言ったように乗れ、うん、始まっちゃえばみんな全力出してるから、ね、やっぱ強いとか強いんだけど、なかなかね本当に、うんうん、同じチームのパートナーのためにセットアップをするなんて、うん、みんな口では言うけど、うん、実際もしないね、はい、どうなんですか。いや、そこに関してはどうなんですか。僕これをぶっちゃけるの、うん、でもね、実際、うん、俺が変わったのは、はい、2011年はチーム高山を作って、そうですよね、自分の自らのチームで戦うようになった時に初めて、はい、自分のチームで自分の好きなライダーを呼び寄せて、はい、戦うわけじゃないですか、はい、その時に初めて、はい、あ、ちょっとセッティング分けてあげようかなとか、ずらしてあげようかな、羽賀典之っていうのが来たり、はい、ケビン・キシュワンズっていうのが来たりとか、そうですよね、すごい方彼のためにちょっとアジャストしようかななんていうのを初めて思ったのはあのぐらいから。じゃあ監督をやらなかったら思わなかった。絶対思わない。なるほど。からやって初めてこのチームとして勝つには譲った方が結果がいいなって思ったのは、そういう立場が変わってからかもしれないね。でも8体を見る景色もやっぱりそういう自分のチームになると変わると思うんですけど、どうでしたか。ライダーとしてのと、やっぱりライダーもしながら監督もしながらっていうところって。まあでも始まっちゃえば一緒だけどね、うん、そうなんですか。レースが始まっちゃえば、うーん、まあ、そこまでの労力の差はかなりありそうなんですけど、まあ準備するって面では大変だったけど、やっぱりでも優秀なメカニックとかマネージャーがいたからやれることだし、だってテストとかもやっぱりその今回は特に多いから大変って話も岡崎先生がされてましたけど、その準備って結構時間も短いじゃないですか。ねえ、どうなんですか。まあ、私なチーム側の目線でなかなか僕もね運営したことはないの で、言えることっていうのは少ないですけど、はい、まあ、ただ、まあ、ちょっとまた話戻っちゃいますけど、はい、そのバイクを作る上でっていうところで言うとと、うん、僕は逆に世界耐久の開発ライダーという立場があって、はい、そうですよね、はい、逆にもう花から開発ライダーって人のためにバイクを作る仕事なんで、うんうん、だそこはなんか開発ライダーする前とこうやってやった後、はい、今の状態だとメンタリティはすごい変わってるなと思ってます。うん、みんなが乗りやすいようにみんながどれだけ楽に速く走れるかっていうバイクを作ってたのと、はい、自分が楽に速く走れるバイクっていうのが多分それ以前の自分だったなっていうのはなんか今ちょっと話しながら、やっぱりそこに差はありそう。ありますね。自分の好きなバイクとみんなが速く乗れそうなバイクにちょっとこう
右と左で離れちゃうところがありそう、ね、セットアップで、うん、ちなみにどういうバイクがお好きなんですか？それこそこの間の前回のテストがまさにあの、はい、僕が国内で、はい、いわゆる影山さんのチームの下で作ってきた自分が速く走れるバイク、はい、それはもうそうじゃなきゃ勝てないし、はい、そう思って作ってるバイクなんですけど、はい、それと世界耐久を走ってきたライダーたちがまあ、ベースセットアップという意味では自分が作ったものは知ってるんですけど、はい、まあ、その中で細かいアジャストが入ってて、うん、世界耐久を走ってきたバイクっていうのを2台並べて走ったんですよ。ではこうやって乗るとこういう差あるんだなっていうのはちょっと感じて、自分が作ったバイクで両方とも乗り慣れてるんですけど、はい、こうやって並べてみるとあ違うわって思っちゃって、へ、そういうことはテスト期間にやられてたんですね。そうですね。だからなんかそれも、うん、いやどっちによるべきなんだろうなって今この段階では鈴鹿8台に向けて、はい、自分が一番速く走らなきゃいけないって思う気持ちもあるし、うん、そのチームのパワーバランスとしても、はい、まあ、だからこそこういう抜擢があったと思うので、うんうん、自分の力を出さなきゃいけない、うん、でも自分一人だけ走れても速く走れても耐久では勝てない。そうですよね。そのバランス感覚はすごい今なんか難しいなって感じてる時間ですね。今年の8台より難しく感じてるってことですか？そうですね、うん、例年だともうなんか速く走りゃいいんでしょみたいなとこあるんですけど、今年に関してはやっぱりチャンピオンシップもあるし、そうですよね、じゃあ速く走れてもじゃあ転倒リスクを負ってまで勝つことを求められるの、うん、っていうのは今年ちょっとニュアンスが変わってきてるので、やっぱりポイントを取らなきゃいけない、はい、最終戦に向けてこの鈴鹿8台でポイントを落とすとチームとしてすごい苦しくなると思うので、はい、最終戦はそこのマージンを取るためにも、うん、しっかりポイントは稼いでいかなきゃいけないのは、うん、なんか自分の中で初めてのことなんで、うん、ちょっと考え方は変わるなとは思ってます。なるほど、真面目だねえ、あら普段真面目じゃない、私のイメージですよ、勝手に。割と真面目、すごいなって今思っちゃった。あれ、うちで走ってくれてるカズカミ君割と真面目だなあれそんなイメージは監督からなかったの？いや、今ね、そうなんだけど、だからこういうところが少しあるなとは、まあ、前から思ってたけど、はい、もっと自分の色で突っ走ってもいいんじゃないのかななんて思うところは俺は思ってる。突っ走った方がいい。突っ走って、本当にライバルより速かったら、はい、そのライバルは同じチーム内で、ね、はい、速い人の真似するから。うん、ただそれが乗りやすくなるから。はい、みんなが真似し合わない状態、うんうんうん、はい、イーブンの力でみんなが、ま、お互いに真似しないと、はい、あっちがいいこっちがいいってバイクって離れてっちゃうの、セッティング、うん、1人速いのがいると、はい、みんなそれの乗り方とか、はい、操作を真似すると、うん、これでみんなそれで乗りやすくなっちゃうの、うん、あ、へえ、引っ張る人が 大事なんだよね、割と。なるほど、っていうのもあったりなかったり、いや、奥が深い、奥深いのよ、実は奥が深い、ね、難しいですね。中津家はテスト、はい、バイクを作るというようなやりながら、はい、今回は立ってね、はい、ステーライダーと戦うから、はい、本当バランス感覚が大変だと思うけど、うん、気にするなって俺は外から言っちゃうけどねえ早いやつが早いんだよいやでもそういう、なんだろう、はい、こういう時に俺はこういう考え方をするよっていうのをすごいしっかり伝えてくれるんで。そうなんですね。そこ僕今年、うんうん、まあ、全日本も含めてですけど、はい、こう助けられてる部分ですね。あ、そういうふうに思っていいんだっていうのを俺は思っちゃう、ガイドしてくれるんで、うん、僕割となんかあっちに頭が飛びこっちに頭が飛びって、あ、この人こう考えてるからこっちに行った方がいいかなっていろいろ考えちゃうタイプなんですけど、はい、いやそれ自分主導でいいんだよねって言ってくれるんで。なるほど、そうなんださ、はい、話ずれちゃうんだけど、はい、MotoGP 見ててもそうじゃない、うんうんうん、と俺は思うわけ。よくあのね、あの乗りやすいバイクが作れてない、はい、な H さんだ、本田さんだったり、ね、まあ、もう名前出しちゃうけど、はい、私もいいです、ありがとうございます。そんなないんで、はい、山田さんも一人しか速く走れないとか、はい、別にそういうもんじゃないのレースって、うん、その子にみんな真似していくから、はい、どんどん速く、うんうん、みんながみんなで速いバイクなんて絶対できないんで、ね、みんなが速く乗れるバイクを作ろうなんて、そのレースのチームでよく言ってますけど、はい、それはないと思ってる俺はね、俺の考え方なるほど、速い人が引っ張ればその子の乗り方にみんな合わせてくるんで、はい、みんながそれになれればいいだけなんで、うんうんうん、って思い方あるね、はい、まあ、俺はなれなかったんだけど、
すごい深いなって思って割と、はい、あの物事を時代を引っ張る人間ってのはやっぱ必要だし、うんうん、それが今ちょっと前だったら元 GP じゃないマルケスだったし、はい、そうですね、で今度そのチーム内ごとの引っ張る人間も必要だし、いろいろねレースって分かれてくるし、8時間、はい、EWC、うん、鈴鹿でやるレースに関して、耐久レースに関しては、はい、本当チームの戦いなんで、そうですよね、一人一人もありますけど、チームで引っ張る人間が本当に必要だなって、うん、本当に思う、奥が深いレースですよ、うん、いや本当に来てほしいんだよね、深いですね今のお話を聞いたらもうより深くなってより楽しみだなって思って、もっともっと聞きたいんですけど、ちょっとお時間の方があっという間で、ね、せっかく来ていただいたのでこの話も聞きながらもう自分もちょっと用意してもらったものあるよってことで、質問こんなこと聞いてみたいっていうのある方ちょっと、おすごい、じゃあ即答手を挙げられた方からちょっと、香山監督と和樹選手に教えていただきたいんです、はい、鈴鹿サーキットで一番得意なコーナーあれば教えてください、うん、はい、と来ましたが、鈴鹿サーキットもお二人はすごい走られてると思います。どう得意なコーナーどうですか、得意不得意っていう言い方が正しいかどうかわかんないですけど、はい、最近楽しいなって思ってるのは1コーナーですね。ああ1コーナー確かにイメージありますもんね、和樹選手の1コーナーって、本当なんかヤッホーって言いながら走ってる、ヤッホーですか、はい、1コーナー危ないのよ危ないと思って見てらっしゃる、見てる、監督出身見てると辛いのよ、辛辛いんですね、鈴鹿の1コーナー約300キロ近く出てるの ね、はい、そこでバーンって入るときに、うん、この人そこでリアをバーって流したまま入るの、ね、あれかっこいいと思いますけど、そこでそれやるなよもう作ってる、はい、作ってる側としてはもうドキドキするのよね、へえ。だからね、ちょっともうちょっとこうそこまで派手に走んなくてもさこっちをドキドキさせないでよって思ってるのが多々あったね、そうなんですね、そんな風に、ね、あれがリズムだから、あれが速く走るためのリズムでもあればいいんだけ ど、 なるほど、ドキドキするんだよ、ドキドキしてなんかひゃほーって持ってるってことですねまさかの、でも深谷さん自身はどうですか、どこが一番、そうね、まあ、好きといえば早いか遅いかじゃないんだけど、はい、鈴鹿の真ん中付近にダンロップコーナーっていうところあるんだけど、うんうん、そこを、まあ、和樹じゃないけど滑らせてしまう、うん、滑ってしまうんだけど、うんうんうん、そこのコーナーは割と好きなんですよね、でも今の時代は、はい、そうね、15年ぐらい前はどんだけ滑らせるかが割とこう向きを変えて速く走る一つのテクニックだったんだけど、今はどんだけ滑らさないかって時代になってるのね、変わってるんですね、時代によって、オートバイもそう、何でも世の中そうだと思うんだけど、常にこういいものが変わってくるの、走り方とかその方向性とかで、今の時代はそうやって滑らせない方法が速い方法なんだけど、だから自分は今はちょっと前に、はい、去年一昨年ぐらいまでは滑らせちゃって遅くなっちゃうんだけど、はい、でもそういうコーナーが好きでした、はい、結果的に遅かったけど、15年前はすごくまあまあ早かったんだけど、なるほどそんな風に変わるっていうのはちょっとなるほどって感じがしますね、いや本当にね、本当四輪もそうですけど、時代とともに走り方スタンスがどんどん変わっていくの、それがタイヤのキャラクターも、はい、ヨーロッパで有名な会社、はい、日本で有名な会社のキャラクターがあって、はい、どういう走り方が速く、はい、ラップタイムがいいかっていうのね、時代とともにぐるぐる変わるの、それを早く気づけた人が早いんだよね、なるほど、面白いですね、どうですか、大丈夫ですか、あ、ありがとうございます、コーナーでしたじゃあ次質問あるよって方、あ、じゃあ次しますか、2番目の方、ケビン・シュワーツの頃から吉村が大好きで、はい、吉村が、はい、いつかあのワークスを倒してもらうのが楽しみで、毎年8台通ってます、はい、でそのシーンが見たいんですけども、はい、去年、じゃあ去年じゃ19年の時に25周目まで、もうぶっちぎってて、すごく嬉しいって興奮したんですけど、その後ちょっと落ちていったじゃないですか。それは何か原因、なんかそんなんが
考えられるんです。まさにこの2人出てたね。そうですね、出られてましたね。だからこその申し訳ないが一言目申し訳ないそうですね、期待がやっぱ高かったですね。はい、ぶっちゃけ今だから、はい、数年前だから言い訳とするならば、はい、第一スティントはシルバーだよね、はい、シルバーにちょっと頑張ってきてよって言って行かせて行ってもらったんだけど、うん、はい、まあ、シルバーも頭イライラだし、うんうん、ちゃんとあの元ワールドスノーバイクのチャンピオンですから、はい、あの立派な本当に実力ある選手なんだけど、うん、鈴鹿の8時間耐久の、はい、あのと近年の第一スティントの戦略が、はい、割とトップチームとシルバーが考えた考え方がちょっと違ったんだよね、うん、俺の中でも。違った、どう違ったんですか。いわゆる多分我々のまあ、勝てなかったのは残念なんですけど、はい、あの時確か4位だっけ5位だっけ、はい、にまあ、結果的に終わったんだけど、はい、やっぱりうちの吉村の総合能力はその辺にいたのかもしれない、うんうん、だけどシルバーで第一スティントでトップ走ってくれたんだけど、はい、その理由は、はい、その鈴鹿近年鈴鹿の第一スティントは、はい、どんだけ燃費タイヤを守るかっていうセッションの時間帯なの。あ、守る方で、かあのシルバーは、はい、そうで、そこをそんなに重視してなくて、当時川崎本田山本さんは第一スティントは割とペースを抑えめで走る戦略が流行ってるシーズンだったのね、はい、なるほど。だからうちはあそこで、はい、あの吉村のシルバンはトップを走れたんだ、はい、うーん、なるほど。で2時間目3時間目ってみんながだん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 こうリズムを取って、はい、燃費のタイヤの、はい、戦略がついたぞ、うんうんうん、じゃあそろそろ全力で走っていいぞってなってから本来のこう差が少しずつ出てったっていうのが後からのこう後悔というかね、戦略マッチしたなっていうのがあったなと思うんですよね。じゃあ割とスタートして 2,3 時間した頃にいろんな戦略が見えてくるって感じなんですか。 それもね、時代なのよ、はい、時代によってそれも違うんですね。そうだから今のこの近年は燃費っていう問題がすごくオートバイに関わってて、どんだけ最初の 1,2 時間の燃費を稼ぐかで後半残りの6時間8時間とかから変わってくるのね、はい、なるほど。まあ、そのテストを繰り返してるんだけど、はい、それでも決勝中にやんなくちゃいけないですよ。だから割と前半ちょっとね、はい、ペース守る時あるよ ね、この近年、うん、なるほど。逆に、はい、2000年代ぐらい、はい、2010年前後ぐらいの時は、はい、もう一発目から全開で走って差を作っちゃえ、はい、その差を作ると割と後半までレースに追い上げるの大変だよっていう時代もあったので、だから時代によってね、はい、どこでこうペースを上げるか下げるかっていうのも変わっていくのはある、はい、なるほど。それはオートバイの性能、タイヤの性能、はいはい、エンジンの燃費の性能とかが、はい、すごく変わってくるのよ。そうですね、でもそういう点では今年は3年ぶりっていうことじゃないですか、はい、毎年行われてて多分毎年こう変わってってるなっていうのすごい感じやすかったと思うんですけど、いきなりこう3年ぶりってなった時に難しくないですか。面白いこと言う、はい、今までのこうルーティーンとかその作業の作戦がもしかしたらリセットされてて、はい、今年のレース、はい、みんな個々に自分たちの作戦ドーンっていくから、はい、ちょっと面白いかもしれないなっていう予想をする、最初から飛ばすチームもいれば、もう本当安定して最後まで走るチームもいるだろうし、はい、今回割とその本当そのこの何年間がレースしてなかったせいで、はい、オートバイも3年間でね変わってるし、ね、タイヤの素性も変わってるし、時代がやっぱ3年で変わるんですよ、はい、それがどっちに動くか見てみたい。だから俺は今回監督でもないし、はい、お客さんとして鈴鹿行こうと思ってるんですけど、どこが注目ですか。めっちゃ楽しみだね。あ、なるほど。和樹のまたも柵の外から頑張れー、はい、頑張れ和樹ー、なるほど、エールを送って。え、そういう点ではやっぱ出られる和樹選手としてどうですか。いや、そっち側回りたいですね。あ、そっち側回りたい。サッカーの楽しそうだな、外から見るなって思っちゃいますけど、あ、でも本当ね、はい、皆さんも同じように、はい、予想してると思いますけど、僕もその8体のファンとしてね、はい、今回は監督業に入ってないし、うんうんうん、ライダーでも今年ないんで、はい、なんか勝手に川崎がちょっと爪隠してんなとか、いろいろ予想しながら、なるほど、見てますよ。あ、これ終わった後に全部聞きたいですね。小山さんの口からどう見てたとか、どういう風な感じか、ちょっと今聞くとあれなので、あ、なんか
と思うんですけど、よかったですか、聞きました。はい、じゃあまだここにあるよって方、あ、じゃあちょっとこの方で最後にしようかな、時間があれなので。いや深いなあ。すいません、ですね、はい、長年チーム香山で一緒に戦ってこられた武田選手が今年復活されて選手として参加されるということですけど、はい、どう思われるかと、何か武田選手に一言お願いします。エールですか。なるほど、まあ、これ配信なのでアーカイブもあるので多分本人届くかもしれないですけど、はい、武田さんね、いましたね、いましたねっていうか、まあ、今も頑張ってますけど、武田はね、実は学年で2つ下なんですよ。あ、違う、3つ下かな。だから今45前後だと思うんですけど、はい、そう、今年からね、4年前かな、うちのチームから離れて他のチームで、独立してやってたんですけど、うんうん、40、だから5になって、はい、現役全日本復活、8タイム復活なんて言ってたんで、うん、まあ、仲がいいから言えるんですけど、はい、やめとけって俺は思っちゃったけどね。まさかの、まさかの。こんだけ俺も辛い思いして、はい、やっぱりオートバイって本当に先進試合やると本当に体力めちゃめちゃ使う、それから集中力、はい、視力、もう全てを使う競技なん で、ね、はい、今までお前そのワイクは乗せたけどレースって形してなかったのに、うんうん、大変だぞっては思ってましたけど、はい、今年、なんかな、小倉クラッチさん、ライドインディチームで復活してますけど、うんうん、まあ、まだまだでもレーシングスピードでは発揮できてないのが現状かなと思うし、うん、まあ、彼らのチームの、ね、スタンスがあるので、はい、うんうん、まあ、過去に共に戦ってた人間なので、はい、まあ、怪我なく終わってくれよって武田には言いたいかもしれない。なるほど、届いてる。まだまだレーシングスピードになってないのが現状かなと思いますね。大丈夫そうですか。はい、ありがとうございます。ちょっと配信の方でコメントもいただいて結構来てるんですよ、はいはい、この配信流れて。ちょっとその中から抜粋させていただいて、なぜワンスティント目の周回数に違いがあるのですかっていう、さっきの燃費のこととかも、とか、その一人一人の任される時間とかもあると思うんですけど、うん、質問の趣旨はなぜワンスティンチームと違うか、はい、それともバラバラなのか、ワンスティンとだけ いつもとなんで違うかの話なのかな。なぜワンスティン、まあ、両方説明してあげて、はい、ぜひお願いします。まあ、こればっかりはもともとテストとかでちゃんとデータが、うん、もちろん燃費のデータ各ライダー取ってると思うんですけど、はい、うんうん、あれ同じバイクでもライダーで燃費って変わるんですよ、はい、で、まあ、当然1スティント目走るコンディションも、はい、まあ、もちろん厳密に言えば違うっていう中で、はい、うん、実際走ってみないと何周できるかっていうのは分からなかったりするんですよ。走ってみないと。そうなんですね。実際は何秒で走ってるか、だからラップタイムが2分10秒と2分9秒、2分8秒と、この1秒ずつ違うじゃないですか、はい、うん、そうですね、それだけで燃費が違うんです、うん、そう、28周走れたものが走れなくなったりするの、はい、そういった意味での、そうですね、まあ、現場最終、その日のコンディション、はい、その日のタイヤ、グリップでも変わってくるし、確かに、その日の、最終調整を第一スティントで見るっていうのが割と大きいかもしれないし、質問の何で第一質だけ違うんですか、はい、質問がもしかしたらなんで短いんですかの話かもしれないなと思ったのね、はい、それはサイティングラップとウォーミングアップラップ、だからトータル3周かしてるから、ね、はい、3周分はもう距離走っちゃってるじゃん、レース前、そうそうですね、だからその分短くなっちゃってるんですよっていう説明なのか、はい、で、みんなのラプターの違う、はい、周回数が違うのかって質問だと、はい、まあ、それ戦略だよね。戦略、先の話でそうですよね、なるほど。大きなチームはテスト走行できっちり燃費を取ってるんで、もしかしたら第一スティントからギリギリの、はいはい、めて多分28周も打たないか、26周ぐらいか、8周ぐらいかをきっちりやるチームと、その日のコンディションを見たいから割とちょっとショートめにして何リッターかガソリン入ったかをチェックして、はい、あ、いけるって証拠を取ってるチームと分かれると思います。結構じゃあ本当に第一スティント目は大事っていうか、そこですごく大事ですね。結構決まってくる、そこで1周2周余分に走れるか走れないかで、はい、
まあ、最近だとよく言うのが7回ピットでいけるかいけないかの境目が本当にそこで左右されるので、うんうんうん、あ、なるほど。そうなんですよ。本当に今8時間は一番本当に微妙な時間なんで、だから本当7回ピットができるかできないか、はい、1000cc の、はい、物理的にエンジンが4気筒もあって、先進車に200馬力もあるとガソリンを絶対使っちゃう量も決まってるの、大体は。そういうので7回ピットで行くのが本当に難しくなってきたので、あとラップタイムもどんどん短くなってくるから、総周回数が多分220周を超えるようなことになってくると、もう8で割れなくなってくると思うので、1回30周以上走らなくちゃいけなくなってくる割り方になってくると、もう無理になるんですよ、うん、物理的に、うんうん、そういったこともいろいろ、ちょうど数年前からそうですけど、うん、過渡期というか、こうみんなが戦略を考えなくちゃいけない時期なので、ね、うん、めちゃくちゃ遅くして燃費を良くして何回をするべきなのか、はい、逆にフルパワーで8回ピット9回ピットを目指した方が、はい、もしかしたらいいのかもしれないよっていう時期ですね。なるほど。そういうところも注目して見ていただければと思うんですけど、もう一問来てます。8台マシーンは1台おいくらです、おいくらですかっていう質問が。おいくら万円、はい、やっぱり監督されてるんでいろいろ。そうね、はい、オートバイは高いよ。おいくら、おいくら万円なんだよね。一番僕聞きたくないですね。あ、そうですよね、そうですよね。しかもこの1週間前にこんな話していいものか。はい、でもちょっとコメント来てるんで、ぜひ。まあでも本当ファクトリー系が絡んでる車両は、はい、多分確実に数千万円だと思います、うん、数千万円。それからそのかけてる時間とかも俺は、ね、費用に足してほしいと思うんだけど、どんだけの時間開発して、うん、どんだけの時間走行のテストして、うん、メカニックが意味あるんだけど、組み替えて外して組み替えて外して、うん、何回も繰り返さないといいとこ出ないのね。試さないといけない。無駄なことなんだけど、うん、つけて外してつけて繰り返さないと、はい、オートバイでセッティングができないの、うん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 、そういうのも値段に達してほしいと思うと、はい、ほんと数千万、四五千万は楽勝ですると思いますね。それを背負って走られる、はい、JSB、それから EWC のレースに出るため、はい、最低限の出るための車両を作るだけで言ったら、はい、どれぐらいですか。まあ、1000万くらいはどうしてもかかっちゃうんかな。あ、まあ、そこそこ早く走ろうと思うんでね。参加するだけってなるとね、もうちょっと安くなるかもしれないですけ ど、 なるほど、それぐらいはないと、はい、でも例えばトップ10に入りたいなら、はい、多分今言った金額で絶対収まらないです。あ、やっぱりどこを目指すかで、はい、オートバイでなんか悔し言いたくないけど、うん、費用が割と関わってくる。そうですよね、やっぱりいいものを使ったりとか、やっぱり表彰台とか優勝を目指そうとすると、はい、本当に、うんうんうん、計算機も頭痛くなるから、ね、そうですね、監督されたら余計そうですよね。なんで本当に下手すです億っていう数字も見えてきちゃうと思いますよ、車両だけでね。なるほど。運営費じゃなくて、はい、オートバイだけで、ね、だけで。じゃあそれを背負って来週走られる和樹選手を皆さん、そういう振り方をしますね。皆さんぜひね、応援して、はい、いただければと思います。ちょっとね、本当にお時間が結構押してしまって、質問の方はこれぐらいにしたいと思うんですけど、実はですね、今回せっかく来ていただいたので抽選ということでね、うん、やりたいと思うんですけど、この抽選の何、抽選何をするの。お二人にプレゼント、プレゼント、イエイ、プレゼント、抽選だけしますよ今。あ、すいません、すいません、抽選、プレゼント抽選会です。申し訳ないです、言葉が足りず。プレゼント抽選会をしたいと思うんですけど、皆さん多分番号を最初にもらってると思うんですね。で、今からこのボックスに入った数字を引いていただいて、はい、5名様に8体のチケットが当たります。まあ、持ってるよって方はもう一人誰か誘って来てほしいなっていうのと、ちなみに今日のお客さんは8体チケット持ってる方ってどのぐらいいらっしゃるんですか。全員いるんかい。全員なんですよ。みんなじゃないですか。全員持ってるんかい。なので、でもやっぱり欲しいよって方もいたと思います、ね、だからもう一人一緒に行けるっていうところで、しかもこのトークショー見に行って当たったっていうところもやっぱりありますね。なので5名様にチケットです。あともう5名様にはお二人のサインが当たります。あ、わかりました。先ほど書いていただいたので、だから10名様、この中から10名様当たります。了解しました。はい、
なのでね、皆さん自分の数字大丈夫ですか？確認できてますか？大丈夫ですか？ですかね。じゃあすぐ引いていただきたいと思います。はい。お願いします。ああ、ピンボールに書いてある、ね。はい、ボールに書いてあります。行きます。はい。一個目。何番ですか？渡辺和樹。15番。15番。ちょっとゼッケンと同じです。15番の方、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、この方はあの後ほどすいません、当たった方は後ほど最後帰りにスタッフの方からお渡しいただければと思います。もうチケット確定。チケット確定です。チケット確定。はい、おめでとうございます。誰か連れて行ってください。じゃあもう一人チケット引いてもらってもいいですか？これ、じゃあチケットもう一人、はい。もう一人お願いします。すいません。71。何かな。違うな。何番でしょう？はい。19。19番、おおめでとうございます。素晴らしい。じゃあこの和樹選手からお願いしてもいいですか？はい、まあ、こういう時自分の数字引きたいですよ、ね、お、あ、残念残念って言っちゃいけない。そうですね、何番でしょう？おめでとうございます。おめでとうございます。20番です。20番の方、おめでとうございます。あの地域がなんか、そうですね、集中してますね。あれ、ちょっと集中してます、ね、ちょっと左側の方たちが引いてほしいなって顔してると思うんですけど。31番。31番。お、いらっしゃった。お、おめでとうございます。左手のおめでとうございます。じゃあもう一方ですね。もう一つチケット、はい、行きましょう。はい、はい、2番。2番の方、おめでとうございます。3000円で見てください。おめでとうございます。じゃあこの方たちには鈴鹿八隊のチケットということでおめでとうございます。じゃあ続きまして、これ戻した方がいいですか？あ、戻しちゃダメです。戻しちゃダメです。戻しちゃダメです。同じ人にはどうか。じゃあ今度はサインの方ですね、お願いします。よし、はい、はい、25。25番、お、おめでとうございます。おめでとうございます。これ何人だっけ？サインは5名です。サイン5名、はい、5名です。もう一度いきますか、はい、あと2人分お願いしたいです。お、赤いボール。18番。18番、お、おめでとうございます。おめでとう。サインして3人分、はい、お願いします。3人分いきます。はい、赤山さん最後です。一番奥のやつ、お、何番だ？32。32番、おー、おめでとうございます。32番。じゃああと2人、2人、葉月選手に引いていただきましょう。はい、21。お、おめでとうございます。21番。2人分なんですね。なるほどなるほど。じゃ最後です、はい、最後最後。さあ何番が出てくる。17番。17番の方、お、おめでとうございます。すごい、一緒に来て一緒に当たってすごいですね、ありがとうございます。今当選された方は帰りの際にね、あのスタッフの方に声をかけていただければと思います。ちょっとその票だけ忘れず持っていてください。いや、ありがとうございました、はい、というわけでもう本当に10分ぐらいオーバーしてしまったんですけど、最後には一言ずついただいてもよろしいですか？じゃあ和樹選手から。はい、そうですね、まあ、本当にこのタイミング鈴鹿にもう明日、はい、明後日には僕がいるというような状態ですけど、はい、まあ、本当にここに来ている方々もほとんど初体見に行くよという方が先ほど手を挙げていただいてましたけど、はい、本当に3年ぶりということで、うん、僕自身すごく楽しみにしてるんですけど、うん、皆さんもすごい期待値高いと思います。その皆さんの期待に応えられるように8時間戦い抜くので、ぜひ、まあ、赤い旗になるのかな、鈴木だから青色の旗になるのかな、うん、たくさん振っていただいて、まあ、吉村を応援していただければなと思います。よろしくお願いします。高山さんお願いします、はい、もう来週になるんですね、はい、来週です、今回自分は、ライダーとしてもなく、はい、それから監督という形でもないんですけど、はい、本当に柵の外から和樹を応援するかもっといい選手がいないかなって思います。あら、探しに入るか分からないけども一緒にね、はい、皆さんと同じ気持ち、それから皆さん本当、うん、オートバイの八代のこと割と詳しいと思うので、はい、いろんな見方があると思うので、うん、楽しんでもらえればと思います。本当3年ぶりって言ってるのかな、はい、そうですね、八代なんで、きっとね、新しい事件とドラマが絶対生まれると思うんです。それをぜひみんなで想像しながら楽しんでもらえればと思います、はい、なので共に
8体をね応援して、はい、それから見て、うん、みんなを応援したいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。いや本当にお二人ともありがとうございました。皆さん今一度大きな拍手でお送りください。輝いてきよさん、そして渡辺和樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いやあっという間すぎません？本当に1時間、あの予定では14時に頑張って伸ばしてくださいって言ってたんですけど、もう10分なんですよ。もう途中でどうしようみたいな、まだ聞きたいのにもうこんな時間って多分見た方も思うんですけど、いや本当にでも深い話は聞きましたよね今日は。いやなんかもう本当にワクワクが止まらないなっていう私も気持ちなんですけども、以上をもちましてザ・ロイヤルパークキャンパス京都2条鈴鹿8体スペシャルトークショーを終了いたします。皆さん楽しかったですか？お、よかったです。実はですねこれ1部なんですけども2部もあるんですよ。なので違う話、もう今止まらなかったようにもっと違う話聞けるんじゃないかなと思うので、ぜひね来られた方も配信の方でアーカイブもあるのでそちらでも見ていただければなと思います。配信を見てくださった方も本当にありがとうございました。今回の特集は改めてウェブオートバイで配信しており、後日鈴鹿サーキット公式 YouTube チャンネルの方で閲覧可能となりますのでお願いいたします。もう本当にね8体の前日とか見るとおーって思うところとかちょっと思い出してね、今の話を聞いて多分楽しみにされるところもあると思うのでね、また見ていただければと思います。皆さん8体行かれるということでね、ぜひ和樹選手のねいろんなものを背負った和樹選手の走りも応援していただければと思います。皆さん本当に今日はありがとうございました。ここまでの出版進行は梅本もろかでした。ありがとうございました。